君が美しいからぜひという話だったのか。<laughs> 美しいからっていうのは後から聞きました。<laughs> <laughs> あのキャスティングを考えるときにはあの例えば何人ぐらいあの。 検討されて最終的に間宮さんに落ち着かれたとかあの間宮さんをあの選ぶ決定打になったことは何だったのかというのをお聞きしたくてであのそれはもうあのなぜかというと間宮さんでしかありえなかったなと思うからなんですけれどもぜひお聞かせいいたただきたいですまず間宮さん 一本押しできましたね、私のところには。<laughs> <で S 2> 何が一番の決め手になったかっていうのは、まず。美しさですね。<laughs> <laughs> これは皆さん、あの、納得していただけると思うんですが。 それともう一つはその美しさを輪郭形取っている、寂しさみたいなものですかね。これが多分、牛松のキャラクターに深みを与えているんだと思います。 でそれを期待してもうマミヤさんにお任せという感じでしたね。So Mr. Mamiya, <laughs> <laughs> did 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 Mr. Maeda come to you and say you're so beautiful, I want you for this role? <laughs> what did he What did he tell you、um, when you first started talking? What did you first hear about the role? では間宮さんにお聞きしたいのがあの前田監督が、まあ、初めてこのお話を持ってこられた時あのどのようなお話をされたんでしょうあの君が美しいからぜひというお話だったのか <laughs> <laughs> どんなお話だったかお聞かせください、はい、ちなみに僕も監督のことは美しいと思ってます。<laughs> uh, first of beautiful. I think he's all, え最初にお会いしたのは東映のスタジオの一角でえ会議室のようなところでえこの話をいただいて一番最初にえレオスカラックスの「ホーリーモーターズ」のお話をあの一緒にしましたね。ホーリーモーターズの映画ってそれぞれが仮面をかぶっていてでこの映画の「牛松」もすごく父親から頂い,いた大きな こう仮面をかぶって生きているというところでのリンクの話を最初にさせていただきました美しいからっていうのは後から聞きました So I didn't know at that time that he thought I was beautiful、um, I only heard that afterwards